千葉ロッテマリーンズ。どうも、千葉ロッテマリーンズ応援隊員のふなふな P でございます。よろしくお願いします。いやー、宇宙間上がって伸びる、伸びてフェンスの一番上、風が吹いていない。さあ、チャンスで角中選手使っていきます。よろしくお願いします。で、角中選手ですね、代打持ってるんでね、これもかなり強いです。好調も引いてて、でかくなり方がいいわ。こうね、追い込まれてからも強いっていうのはね、角中選手ですよね。フォークボール、ルトゥルル攻めろ今こそ。いや、これ実況になってないですけどね、この打ちやすさが半端ないです。一塁間破っていく。さあ、帰ってきた藤原清太、帰ってきたっていう。はい、今日はこのハイテンションでやっていきます、角中選手周回。さあ、第2打席やっていくんですけれども、今回ね、かなり私のテンションが高くなっているのが、もしかしたらいつも見てくれている優しい視聴者の方なら分かるかもしれません。なぜかと言いますとね、私収益化が復活いたしました。来ましたよ、この瞬間をね、1ヶ月、リアルに1ヶ月ね、待ってたんですよ。ついに Google さんから認められた男なのでね、もう今回は Google にね、捧げるこの一打をね、打っていきたいんですけど、このプルヒッターなんでね、だいぶ打ちやすいです。そこを藤原くんがね、繋いでくれると角中さんに回ってくるので、軽く繋いでいくよ。ほいっと、 OK、 ナイス、待って。ほいってね、なんかかっこいいね。さあ、ただ角中から打たなきゃ意味ない。で、でん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 、で、かっくなか、ら、ら、ら。さあ、やっぱり全然打ててないからね、もう何試合かやろうか、もう2試合くらいやろう。本当の意味で打てたら、オッケー、センター前、こういうのでいいんよ、こういうので。で、やっぱりね、この、さよなら性能なんです。わー、もう、しゃべっ。さあ、もう、第何なんすかわかんないけど、かっくなかで打たないと意味ないんだよ。もうさっきと一緒だよ。さっきと一緒だよ、完全に。かっくなかで打つ。力んでる、力んでる。走る、藤原がスタートしている。さあ、これでチャンス C が出ますと。B アップ。リアップ、ライトへ、インコースヒッター、プリヒッター、切りにくい。いったー、角中走りました、角中いったー、スローカーブ難しいですよ、今の。いやいやいや、あれが角中ですよ、本当に。代打じゃなくてもさ、性能あるからさ、やっぱ角中、俺は落ちていくよ、どんどん。もうソフトバンク戦ならもっと強いからね。さあ、追いつかれちゃったから、もう一回打つ。もう一回打つ。はいはいはい。さっきはね、スローカーブだったから、こういうボールを打っていく、ライトへ、プルヒッター、強くない打球。いやー、ちょっと足りないけど、さあ、藤原、走れ走れ走れ、打点をつけろ、決勝だ、決勝だ。いや、これさ、強くない角中。ちょっと俺は角中がすごいと思ってる、これ。こんなに打てると思わんかった。しかもこれを破っていた佐島海里。帰っていく、帰ってくる。セカンドに増球している間に、帰ってきた角中、それうまい。いや、これが角中ですよ、皆さん。本当にぜひ、使ってみてください。いや、もう一試合行く、どうする。さあ、なんと第4打席回ってきましたよ、と相手ど真ん中、大丈夫か、これ。動画的なまともな。勝負は欲しいけれども、宇宙間プルヒッター、これも、いや、いいところ出てます、この試合。めちゃめちゃ角中いいわ。なんか急に打ちやすくなったよ。まあ、確かにね、パワー自体はそこまでないかもしんないんですけれども、いや、いいよ、これ、突っ込む。いけ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 、よしよしよし、まだなんか変な感じで帰ってきた。やった。まあ、パワー自体はそんなにないかもしんないんですけれども、飛ばす技術っていうのは、普通にあるんじゃないのかなと思います。これ、三塁一応。バレてんのかい。やる気あんのかないのかわからん。ホームホームホーム来た来た来た、ホーム帰ってきた、ホーム帰ってきた。もう相手やる気がなさすぎる。さあ、最後までソフトバンクは引けなかったんですけども、最終戦やっていきますよと。ただ好調は引いてる、好調は引いてるからね、飛ぶんすよ、フルヒでインコースでね、そのボールは入るんですよ、これが。もうね、見せどころは十分見せれたかなっていう感じなんで、まあ回ってきたら回ってきたで、ね、そうそう終わりです。対左 F 持ってんでね、そこはちょっと引っかかるけど、一、二塁間破るぞ、破るぞ、破るぞ。直樹が取ったけど、ホーム帰ってくる。石川今走れ、走れ、早瀬。打点ついた、やった。さあ、ラスト打席やっていきます。ええー。ちょ、このね、増田大輝結構強いんだよ。結構強いんだよ、これ最後、勝負。